昨日夜、広島市内でも雷を伴った強い雨が降りました。歩道には水たまりができ、音を立てて車の窓を打ちつけるほどの大雨です。交通機関への影響を受けてか、タクシーを止めようとする人の姿も見られました。北広島町大麻では1時間に58ミリの非常に激しい雨が降り、観測史上最大となりました。 JR の運転見合わせの影響でしょうか。多くの方がバスを利用しています。県内の JR 在来線は始発から全線で計画運休となり、バスに切り替えたという人もいました。いや、もう駅着くと電車が動いてなかったんで、バスで。いつもバスで、今日電車が止まっとるけ人が多いかなと思って。広島地方気象台は夕方まで大気の状態が不安定になるとして、地盤の緩んでいるところでは土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。こちらは JR 広島駅在来線の改札前です。構内は非常に蒸し暑く、汗を拭う姿が多く見られます。今日は大雨の影響で県内すべての在来線で始発から運転見合わせとなっていましたので、私たちが午後3時ごろこちらに到着したときは人の姿は少なめといった印象でした。ただ午後4時を過ぎたあたりからですね、人で非常に多くなってきまして、通勤通学から帰宅する人の姿、または観光客の姿、増えてきているなという印象です。と言いますのも、午後からは順次運転再開となっている列車が多くあるからです。現在は可部線、山陽本線の県内のすべての区間で運行を再開しています。山陽本線の横側より西、岩国方面はですね、先ほど午後4時過ぎにようやく再開したというところで、この辺りから人で多くなってきたなという印象です。呉線は広島駅から広駅間が先ほどこちら午後4時40分に再開しました。先ほど呉から通学している学生に話を聞きますと、朝はバスを使ったけれども、ホームページで運行再開の情報を見て、駅に来たということでした。無事に帰宅できるのかちょっと不安も残りながら、先ほど列車に乗っていったというところです。それから芸備線の三好から広島駅間は、まもなく17時3分の列車から運行再開予定ということです。天気が回復しているのになぜなかなか運行しないのかと思われる方もいると思いますが、これは線路の安全点検のためで、最終確認が取れたところから順次再開しているという状況です。一方で予定通り終日運転取りやめとなっているのは、呉線の三原から広駅間、それから芸備線の備後落合三好間などです。 JR 西日本によりますと、明日については現在調整中とのことです。で、再開しているところもですね、実は一部遅れや本数を減らしているというところもあるということで、天気が回復されてしていることに左右されず、必ず最新の情報を確認するように注意してください。